今日はここ、肺活クラブ上田バイパス店からお送りします。現在時刻は午前6時。朝早いですね。駅まで行くバスもあるんですが、当然この時間には出ていません。まだ真っ暗ですね。上田駅の前ですね。少し明るくなっています。駅の方へ歩いていきます。上野駅前商店街も結構あったんですが、朝早すぎてまだお店はやってませんでしたね。上田周辺にはホテルもたくさんあったのですが、快活クラブに泊まると節約にもなります。駅からですと約40分歩くことになりますので、よほどの物好きの方でなければ、駅前のホテルを予約することをお勧めします。信州に来るとよく見る唐揚げセンター、上田駅にもあるんですね。こちらは JR の改札です。新幹線に乗るにはこちらから乗るそうです。今回私が乗るのは上田電鉄の別所線に乗ります。同じ上田駅ですが、逆側に向かいたいと思います。長野県上田の名物として焼き鳥があります。コップに入ったタレにつけて食べると、このポスターのようにですね。この食べ方が名物という形になるそうです。上田駅でこのお店で食べることができますので、行かれた際はぜひ。こちらが上田電鉄の切符売り場です。現在6時45分前。次の電車は6時53分です。目的地の別所温泉は終点になります。いろいろな企画切符もありまして、温泉の券と一緒になった往復券もあるようです。乗る際は改札がありません。駅の窓口業務は7時半から。惜しいですね。ただこちらも7時半を過ぎれば企画切符が買えるんですが、今回は時間を優先して通常の切符で別所温泉まで行こうと思います。共同浴場に入りたかったんですが、下のセットは今の時間買えないようですね。
実はこちらの別所線も令和元年の台風で一部不通がありました。2021年3月に全線開通したばかりです。こちらのフリー切符で行きたいと思います。上田電鉄別所線の1日フリー切符を買いました。こちらは終点別所温泉の往復と同じ値段です。1日券を買うと途中下車ができそうですね。では乗っていきます。こちらは車窓からの景色です。徐々に明るくなってきましたね。いい景色です。別所温泉駅に着きました。まだまだにぎわいを感じることのできる駅です。さて、早速温泉街に行ってみましょう。別所温泉には共同浴場が3つあります。3つとも150円で入ることができます。こちらは1軒目の大師湯です。